飾り窓は、商品を陳列するための大きな窓。ショーウィンドー陳列窓。装飾の施された窓。あるい外壁を飾る目的で取り付けられた窓。装飾窓。位置から転じて、ゲルマン諸国に見られる売春宿の位置形態。夜の運河と、飾り窓地区飾り窓地区のアウデケルク前に立つ、労働者の像飾り窓とは、オランダ、ドイツ。 ベルギーなどのゲルマン諸国、また、そこから電波して、地中海側でも見られる、売春の位置形態、または、その施設。オランダ語では、NL、ランプロスティトゥーティと呼び、直訳すれば、窓売春である。道路に面したドアはほぼ全面ガラス張りで、室内はピンク、紫、ブラックライト等で照明、のきに赤いランプを灯しているのが特徴で、 そのため英語検討ではこれらが集まるエリアを EN、レッド、ライトディストリクトと呼ぶ。なお、このレッド、ライトディストリクトを赤線地区と訳す例がまま見受けられるが、成り立ちや法的位置づけからも誤り。赤東地区、または赤東街であり意味合い的には、観楽街やかつての産業地に近い。基本的に一つのドアに一つの個室で、部屋の幅はドアより少しだけ広く、 奥行きはベッドより少しだけ長い程度。入り口のガラス戸には全面を覆えるカーテンや、ブラインドが用意されている。部屋の奥にもカーテンがかかっていることがあるが、そこから先は、バックヤードで、客は立ち入らない。踏み倒しや強盗を防ぐために、壁や柱の一部に、スリットがあり、客が前払いした代金はそこに落とし込まれる。終戦やポン引きを行う者はいない。 客が外の道から品定めできる点では、日本の飛騨遊郭と同じだが、日本の遊郭独特の客と遊女との取り持ちや、遊女の監督をする、やり手と呼ばれる、案内役の年配の女がおらず、客と売春婦が直接交渉する点で大きく異なる。中の女性は下着、水着、あるいはボンデージなど、露出の高い服装で通行人に宗派を送る。 興味を持ったと、応募式通行人が立ち止まると、中からドアを少し開けて話しかけてくるのでその場で、料金や時間、オプションサービスなどについて相談する。この相談は当然他の通行人からも見え、また関心を持って立ち聞きする、通行人もいる。商談がまとまればドアは全開され、招き入れられ、カーテンは閉じられる。したがって石灯が点灯していて、 カーテンが閉まってれば営業中だが接客中、石灯が灯っていなければ休業の合図である。この形式の売春街はドイツからベルギーまでの北海沿岸の港町には通常見られドイツハンブルクのレーパーアバーニやベルギーアントウェルペンなどが例に挙げられる。北海に注ぎ込むライン側の加工があるドイツフランクフルトのフリードリッヒ通り、ミュンヘナー通りにも同様の店がある。 一口に飾り窓といっても法的位置づけや地域監修によってシステムも少しずつ異なり未成年者や女性は地区そのものに立ち入れない営業は夜間のみなど監修の相違もあるので注意が必要である。たほか、アムステルダム市赤線地区外での買収許可を検討観光客対策で AFP2018 年11月3日閲覧 料邸の入り口に座っている女性は、女子高生や看護師の制服を着ていることが多い。ママさんは、顧客を手招きし、交渉を持ちかけるやり手からコトバンクより、赤線地区への観光客抑制する新措置を導入。アムステルダム。アフプブニュース。2018年9月17日へ閲覧。ありがとうございます。